セントマーチン島、セントマーチン島はカリブ海のリーワード諸島、ショーアンティル諸島北部にある島。島の北側はフランス領、南側はオランダ領に分割されており、フランス語、オランダ語でそれぞれサンマルタン、シントマールテンと呼ばれている。この島はリーワード諸島北部に位置している。北にアンギラ海峡を隔ててアンギラ島。 イギリス自治領のアンギラ領、東南にサンバルテルミー島など、フランス領の海外純サ産バルテミーが、それぞれ近接してある。また、島の南方には、オランダの特別自治体、ベス諸島である、サバ島やシンというスタティウス島がある。島の面積は、面積 88km、島の中央にフランスとオランダの国境線が、走っており、現地では、基本的に、 フランス両側、フレンチサイドフレンチサイドをフランス語で、サンマルタン、オランダ両側、ダッチサイドダッチサイドをオランダ語で、シントマールテンと呼び分けている。両者は当分されてはおらず、おおむねフランス、オランダイコール4、3の日となっている。サンマルタン、フランス両側は、フランスの海外巡検で、面積5 4トル、人口31、397人。 主婦はマリゴ、行政区画としてのサンマルタンには、など、周辺の小島も含む。シントマールテン、オランダ領側は、オランダの自治領、オランダ王国の構成国で、面積 34km、人口35、0000人、主婦はフィリップスブルフ。二つの自治国家によって分割された、最も小さな陸地とされる。なお、フランスの領土とオランダの領土が、 地続きででで接しているる。のは、世界でここだけである島はおおむね山がちな地形であり、起伏に富んだ多くの丘と多くの入り江がある。また、さすが発達し、多くの石湖を用している。まとまった広さの平坦な土地は、佐数城などに限られている。島の中央部に3階があり、最高峰はフランス領側にあるピクパラリ424メートルである。 西部にはカリブ海最大の赤湖であるシンプソンベイラグーンが広がっており、周辺はリゾート地帯となっている。海洋性熱帯気候で北東貿易風が卓越している。気候は温暖で年平均降水量は1500ミ、mm、リメートル7月から11月までハリケーンシーズンである。島に特に甚大な被害をもたらしたハリケーンとして、 1960年のドンナ、1995年のルイスが挙げられる。島には先住民としてハリ部族とアラワク族が暮らしていた。1493年11月11日、コロンブスは第二開港会でこの島を発見し、11月11日が聖マルティヌスの生命祝日、聖マルティヌスの日であることにちなんでサンマルティン島と名付けた。 コロンブスはこの島をスペイン領に帰するものと主張したが、スペインはこの島への植民を重要視しなかった。島は各国の船や海賊たちが水や塩の供給地として利用するようになり、塩の島スーリガと呼ばれるようになった。17世紀に入ると、フランスとオランダがこの島に着目した。フランス人たちはトリニダードとバミューダの中間に拠点を欲し、オランダ人たちは ニューアムステルダムとブラジルの中間に拠点を欲していたのである。オランダ人たちは1627年から1631年にかけて島に植民を開始し、1631年には町とアムステルダムトリデを築いた。島の人口は少なかったため、拠点建設は容易に進んだ。ヤン・クレセン・バン・カンピンが最初の総督になり、 間もなくオランダ西インド会社が遠航の経営に乗り出した。同様に、フランス人やイギリス人の植民者も島に進出した。彼らが塩の交易に成功すると、スペインもこの島の価値に気づくようになった。当時、スペインとオランダは80年戦争を繰り広げており、この島にも戦果は及んだ。1633年、スペインがオランダから島を奪取し、 入植者たちのほとんどを追放した。スペインはポイントブランシェに砦を建設している。オランダはたびたびセントマーチン島の奪回を図ったが、すべて失敗に終わっている。後にニューネーデルラント総督を務めることになるピーター、ストイフェさんとは1644年にセントマーチン島への攻撃を指揮するも、片足を失っている。 スペインによる占領から15年が経過した1648年、80年戦争は終結するが、この頃にはスペインはカリブ海の拠点経営に関心を失っており、セントマーチン島も放棄された。空白となった島にオランダとフランスが再び植民に乗り出した。オランダはシント・ユースタキウス島から、フランスはセント・キッズ島から、 それぞれ植民者を島に送り込んだ。1648年3月23日に、フランスとオランダは、54km をフランス領、34km をオランダ領とする条約を結んだ。島を分割する署名が、コンコルディア山の麓で行われたことから、コンコルディア条約と呼ばれている。以後、オランダ側は、シント・ユース・タティウス等の管轄下に、フランス側は、 セントキッズ等の管轄下に置かれた。18世紀から19世紀にかけて、イギリスが島の支配を図り、フランス・オランダと激しく争うこととなった。1648年から1816年にかけて、持ち主の交代は16度も生じている。1815年のパリ条約によって、現在の状況が確定した。オランダ両側、シントマールテンでは、 1763年にフィリップスブルフが建設された。シントマールテンは、シントユースタティウス植民地、西インド植民地を経て、1845年以降他のカリブ海地域のオランダ領と共に、キュラソー植民地の一部となり、キュラソー島、ミレムスタッドの総督の管轄下に置かれた。最初に島へ奴隷を連れてきたのは、スペイン人たちであったが、その数は多くなかった。 しかし、新たな産業として、プランテーションで、タバコや綿花が栽培されるようになると、膨大な奴隷たちが移入され、労働に従事させられた。奴隷たちは過酷な取り扱いに対して、しばしば反乱を引き起こし、地主たちも無視はできなくなった。1848年、フランス領側で、奴隷制度が廃止され、その15年後の1863年には、オランダ領側でもこれに続いた。 奴隷制度廃止後、プランテーション経営は衰退し、島の経済も後退した。1939年、セント・マーチン島は免税港を宣言し、経済発展に向けて進むようになる。1943年、アメリカ軍の基地として飛行場、後のプリンセス・ジュリアナ国際空港が建設され、ドイツ軍の潜水艦との戦いの上で重要な役割を果たした。この頃には、 島の南北の共通産業言語として英語が広く使われるようになった。1950年代、シントマールテンは観光地として着目を浴びるようになり、リゾート地としての開発が進められた。一つの島がオランダとフランスとに分けられているユニークな地理的状況も、あ、観光熱は周囲の島々よりも高く、プリンセスジュリアーナ国際空港は東カリブで、 最も利用者の多い空港となった。島全体の人口も5000人程度から、1990年代半ばには8万人にまで増加した。1994年、オランダとフランスは、セント・マーチンと国境管理条約に調印した。1995年9月に島を襲ったハリケーン、ルイスは、島全体で12人の死者と数百人の負傷者。 数千件の家屋の倒壊という大きな被害をもたらし、観光業への打撃とそれに伴う失業者の増大など、産業、経済に大きな影響を及ぼした。このハリケーンの衝撃から、ルイス前、プレルイース、ルイス後、ポストルイースという表現が使われるという。オランダ両側、シントマールンを管轄していたキュラソー植民地は、第二次世界大戦後に、 オランダの自治領、オランダ領アンティルとなった。2010年10月、オランダ領アンティルは解体され、シント・マールテンは単独で、オランダの自治領となった。フランス領側、サンマルタンは1946年に降参、バルテルミー島と共に、フランスの海外圏グアドループに属した。2007年、サンマルタンはグアドループから分離し、単独で、 フランスの海外順天となった。島の主要な産業は観光であり、オランダ両側では、労働人口の4、5、フランス両側では、人口の85%が、観光関連業に従事する。島を訪れる観光客は、年間200万人以上とされる。フランス両側のは、カリブ海地域で最高、ダッチサイドの1人当たり所得は、旧オランダ両。 アンティル五島の中で最高とされるサンマルタンフランス領側、シント・マールテンオランダ領側ともにアフリカ系谷人が多いが他にクレオールや白人も多い宗教はキリスト教公用語はサンマルタンフランス領側がフランス語でシント・マールテンオランダ領側がオランダ語だが英語も幅広く話すので英語も通じる島内に 空港は二つある。フランス領側北部のグランカーズエスペランサ飛行場と、オランダ領側西部のプリンセスジュリアナ国際空港である。規模が大きいのはプリンセスジュリアナ国際空港で、大型ジェット旅客機の発着も可能であり、島を訪れる観光客の玄関口となっていると、共にビーチを低空で飛行機が通過する着陸風景はものとなっている。 一方のグランカーズエスペランサ飛行場はカリブ海フランス領の近距離路線が主となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。